リミ、好きなもの頼んで。この前話を聞いてもらったお礼だから。そんな気にしなくていいのに。私がお礼したかっただけ、遠慮しないで。わかった。それじゃあお言葉に甘えようかな。実は新作のパフェが出たばかりで気になってたんだ。それならよかった。私は何にしようかな。ちゃんのパフォーマンスとトーコちゃんのお話、すっごく楽しかったよ。うん、ありがとう。そう言ってもらえてよかった。たくさんの人がそう思ってるはずだよ。トーコちゃんの SNS かなり話題になってるみたいだし。そうなの？私 SNS ってあんまり見ないから。あれからトーコちゃんとはどう？それがなぜか頻繁に連絡が来るようになってさ。そんなにたくさん来るの？うん、多い時は1日10件くらい。大切な用事があるならまだしも、内容がないっていうか、いきなり画像が送られてきて、やばの一言だけだったり、意味わかんない。すっかり仲良しだね。仲良しなのかな。あれ、ランさんとリミさん、こんなとこで会うなんてマジ奇跡じゃん。え、トーコ。トーコちゃんは一人？モニカのみんなは？今日はクラスの子と待ち合わせしてるんですよ。友達が来るまで一緒してもいいですか？なんですかその反応。いいじゃないですか、一緒にイベント出た仲なんだし。私は大丈夫だよ。お友達が来るまで一人じゃ寂しいだろうし。さすがリミさん、優しい。それじゃあ失礼します。え、ちょっとなんでこっち座るわけ？ドリンクバー近いし、だからこの席にしたんじゃないですか？ドリンクバー頼んでないから。そうなんですか。ファミレスって言ったらドリンクバーじゃね。せっかくだし私たちもドリンクバー頼んじゃおうか。そうしましょうよ。すみません、ドリンクバー3つ追加で。それにしてもリミさんはまさにイメージ通りって感じですね。ランさんは全然イメージと違いましたけど。私ってどんなイメージだったの？控えめで優しくておしとやかって感じ。どっちかっていうとリミさんの方がイケブナのイメージある。確かに一般的なイメージだとそうかも。でもあくまでもよくあるイメージでしょ。実際のイケバナってちょっと違うと思うし。わかってますって。もうほんとランさんって細かいんだから。あのね、言い合いしてるみたいに見えるけど二人とも楽しそう。はい、私です。すげえ大きさ。チョコレートケーキが何切れも乗ってる。これ一人で全部食べるの？うん、もちろんそうだよ。このパフェ今月の新メニューなんだ。すっごく気になってたけど一人の時に注文する勇気がなくて。それじゃいただきます。リミさんって意外と豪快ね。おいしい。幸せ。